気象台によりますと、対馬海峡付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、佐賀県は大気の状態が不安定となっています。おとといの降り始めからの雨量は佐賀で 197.5 ミリ、唐津で178ミリなどとなっています。この大雨で昨夜川が増水し、鳥栖市立石町のお蝶津の滝の駐車場で20代の男女2人が一時孤立しましたが、通報を受けた消防に救出されました。2人に怪我はないということです。気象台によりますと、今日予想される雨量は多いところで1時間に30ミリ、明日正午までの24時間に80ミリとなっています。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、夕方までは土砂災害に警戒を、また河川の増水などに注意を呼びかけています。